エーブルスキーバーは休憩をした甘みのあるデンマークの伝統料理である。エーブルスキーバーはパンケーキやポップオーバーと材料がほぼ同じであり、パンケーキのように表面は焼き目がつき硬いものの、ポップオーバーのように軽くふわふわしている。ローマ字表記では通常、エイブラスキュアもしくはエブレスクアイバーと表記される。エーブルスキーブパンを上から見た画像エーブルスキーバーは、 半球型をした穴がいくつか開いた特殊なパンの上で焼く料理である。このエーブルスキーブパンは日本のたこ焼き器に類似した特徴を持っている。エーブルスキーブパンにはガスに対応したものと電気コンロに対応したものが存在している。エーブルスキーブパンは電熱性が良くなる。要通常中鉄製のものを使用する。同性のパンも存在するが、今日では主に実用品ではなく、 飾り物として利用されている。赤いジャムを添えた、エーブルスキーバーエーブルスキーバーを作る際は通常、小麦粉を用い、これにバターミルク、牛乳もしくは生クリーム、鶏卵、砂糖、塩一つまみを加えて混ぜる。また、この他にも、バターなどの油脂やカルダモン、レモンピールを風味付けに使用することがある。膨張剤として、 ベーキングパウダーを使用することが多いが、イーストを加えることもある。エーブルスキーバーを調理する際は油を塗った専用のパンに生地を流し込み、串やフォークで回転させながら休憩になるように焼いていく。エーブルスキーバーは伝統的にはリンゴもしくはアップルソースを加えて作っていたためにその名がついていたが、現代のデンマークではエーブルスキーバーにリンゴや アップルソースを加えることは極めて稀である。エーブルスキーバー自体は甘くないものの、伝統的に、ラズベリー、イチゴ、クロスグリー、ブラックベリーのジャムや、粉砂糖を振りかけて甘い味付けをして強される。デンマークのスーパーマーケットでは、オーブンで熱を加えるだけでいよいよ、エーブルスキーバーは焼いて、冷凍保存された状態で販売されている。エーブルスキーバーを作る男性デンマークでは、 エーブルスキーバーをクリスマスの前に食することが一般的となっている。12月になるとエーブルスキーバーはデンマークのグルーワインであるグロックと共に供されることが多い。ノルウェーではデンマークのエーブルスキーバーの代わりに温かいワッフルが同様の役割を持つ食品として供されている。エーブルスキーバーはフリーマーケットやチャリティーマーケット 地方のスポーツ大会などの場でも販売されることが多い。また、子供たちに人気で手軽に作ることができることから、子供の誕生日パーティーでも作られることが多い。ありがとうございます。